皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはピンチの中には必ずチャンスがあるというお話をしてみたいと思います。辛いことが起こった時っていうのはなんでこんなことに、ね、なってしまうんだろうっていうのをもしかしたら考える方とかね多いかもしれないんですけれども、必ず物事には両側面っていうのが必ずあって表と裏が必ずあるっていうことです。で、もしかして今の自分にとっては不幸に見えているようなことでも違う角度から見るとそれは実はチャンスになるということもあったりするんですよね。例えば自分がね苦手なことをやらなくちゃいけないようなシーンとかに当たったとしますよね。仕事上とかでもいいんですけれども、お客さんに言われたからでもいいんですけど、チャレンジしなきゃいけない、しかもそれが自分が苦手なことで、それがでも今まで苦手で避けてきたから目の前に大体現れてることが多かったりするんですよね。そうするとその時にいよいよ決意をしてもうそれをクリアするんだって決めて動くとそれが得意になったりすることがあったりとか、苦手だと思ってやれなかった分野の違う仕事が入ってきたりとかっていうことがあったりするので、一瞬自分の中でああこれは無理とか思うことを打開するために動いてみると道が開けるってことがあるっていう、ピンチの時の話ですね。もう一個は自分ではどうにもならないようなことが起こった場合、天変地異、あとは昨今のね新しい既得の記憶で言うとコロナ禍っていうのがねあると思うんですけど、もう世界が劇的に変わるほどの大きなインパクトで、自分が正しく動いていようが動いていまいが、それによって例えば緊急事態宣言とかで家にこもらなくてはいけない、もう対面レッスンとか無理、オンライン化でしかありえないみたいな状態になってしまうようなねことになっちゃった時に、いつかこれが収束するかもしれないって言って期待をしながら何もしないのか、こういう時だからこそ今までやってなかったじゃあオンライン化をしようって手をつけようっていうことで動いた人では運命の差がやはり出てしまうんですよね。私も基本的にはピンチをチャンスにしたっていうことで、その時にリリースしようと思っていたレギュラーの講座を止めて、全て、コロナの状態で先生がオンライン化をするためのズームレッスンとかが作れる、あと動画講座の販売ができるとか、そういったものを教える講座に切り替えて2週間で作ったんですよね。で、それをリリースして、当然それは必要な人には売れていくわけで、その環境のせいにしない、今自分ができることで最善策は何だっていうのをいつも探していると、ピンチに見えることが逆にチャンスになるので、もうこれは不幸だと嘆くのか、これはきっと何か今、うまくいく方法があるに違いないと考えて動くのかで、その後の自分の成果とか人生まで変わっていくっていうことがあるんですよね。今仕事のことでお話ししましたけど、プライベートも全く一緒です。一見人から見るとすごく残念に見えることが、そうですね、例えば受験で行きたい高校に行けなかった、だけれども違う高校で行けなかったっていう気持ちを引きずるんじゃなくて、新たな考え価値観とかをそこで手に入れることができて、新しい友達を手に入れることができれば、それはそれで幸せっていうことになったりとかしますのでね。よくもう一個の道を行っていたらどうだっただろうって考える、振り返る方もいらっしゃるんですけれども、もうそれがどの道そこには戻れないのだから、今起きている事象に対して自分ができる最善策を自分で努力して掴み取るっていう、そういう考えで全ての状況を打破していくという考えで生きていくとですね、案外道はいいように開けていきます。だからいつもなんで自分ばっかり、なんでっていう方は結局何かのせいにして生きていくことになるので、どんなにいい環境が与えられても結局同じ結果になっていきます。自分にとって自分が不幸というふうに感じてしまうからですね。だから全ての幸不幸っていうのも全部自分の気持ちの持ちようになるっていう部分はありますので、ピンチの中には必ず
チャンスがあると思って動くとチャンスが見つけられると思います。ご自身で目を閉じないこと、それがおそらく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。それでは